3期生海外ロケ最高でした。みんなへの手紙随所でふざけつつ長文になるの戦場すぎてよかった。3分間スピーチとか履歴書とか手紙とかああいうの結構ガーって書くタイプなんだよね。言いたいことがいっぱいあるんだわ。いっぱい書くタイプ盛りだくさんです。文通してたわ子供の頃は。3分間スピーチってあったんだよ。なんか職業訓練学校であったんですよ、朝の3分スピーチ。船長は結構そういうの割といける口だったんだけど、お姉ちゃんがむっちゃダメで、3分間スピーチとかが本当にむっちゃ無理で、今週の朝にスピーチをしなきゃいけないって言ってめっちゃ鬱になってたの、お姉ちゃんが。私が代わりに内容考えてあげるよって言ったんだけど、いや内容考えるとかじゃなくてもう人前で喋るのがもう無理なのってなって、マジでめちゃめちゃ鬱になってた。なるほどなって、文章考える以前の問題なのかみたいな。で文章は文章で考えつかないらしいけど、それはそれ文章は文章で思いつかないけど、そもそも人前に立ちたくないみたいな。まあでもそういうタイプでは配信者するならね、そういうのできるタイプばっかりでしょうけどね。船長平気なんだ。え、割と人前で話すことを得意としてるんじゃない、配信者は。みんなアクタンとかもできるのかな。え、でも船長思うんだけど、なんだかんだどんだけ陰キャだってどんだけ陰キャだって言ってても配信者できてる時点である程度承認欲求あるなって思うから、まあ陰キャは陰キャなんだろうけど、まあ前も言ったけど承認欲求のある陰キャなのかない陰キャなのかっていう。お姉ちゃんは誰にも承認されたくないの、誰にも見つかりたくない。何度かね、配信とか動画とかに声を載せたいみたいなので話したことあったんだけど、もうどうしても無理だったね。何回頼んでも引きずり出せませんでした。一切目指したくない、そういうタイプ。この前誕生日でした。おめでとうございました。ついに20代最後の年に突入してしまい、僕もメンタル終わっているところなので流せていただけたら幸いです。いやいや、全然気にしなくていい。20代最後？全然気にしない。なーんも変わらん。20代最後と30代、なーんも変わらん。29と30、なーんも変わらん。真の変化は、26から7とか、に変わるあたりから不穏な、あれこのなんでこのシワ一晩経っても治らないんだろうみたいな、あれみたいな。29から30の変化なんて何もない、変わらん、何もショックじゃない。ショックのピークはもう通り過ぎとる。こっから先ショックはもうない、あとは全部一緒。ショック受けないでください。いつもありがとうな、マリン。マリン船長だろ。実家帰った時にさ、昔の職場にさ顔出したの。したらね、もう本当に久しぶりにお会いしたんだけど、課長とかに言われたの。喋ってて、え、今あの人ってもう辞めちゃったんですかとか、どうなったんですかみたいな話してたら、職場のね人間全然人変わってなかった、もうほぼほぼ一緒。どうなったんですかとか、あの人ってまだ働いてるんですかとか、その話してて、そうなんですねとか話してたら、昔からずっと一緒に働いてた課長に、なんか報酬お前変わっちゃったなみたいな言われて、えみたいな。もう昔はもっと生意気で、あ、そうなんですねなんて絶対言わなくて、あ、そうなのみたいな感じで生意気でタメ口聞いてたのに、お前大人になっちゃったなみたいな言われた。不思議ちゃんだったのに、絶対にタメ口聞いてたのにみたいな。ちなみにかなりタメ口聞いてた。え、マリンはちなみに職場で一番ピチピチのギャルだったから、当時ピチピチのギャルだったから、マジ調子に乗ってて可愛いからみんなに子供として愛されてるみたいな感じで、マジ調子乗ってたからゴリゴリタメ口で上司に口聞いてた。あの頃は相手何歳ぐらい、相手は何歳だろう、4、50かな、40、50とか。若い子いた？全然いなかった。たまにバイトで若い子が入ってくるけど、バイトだから辞めちゃうの、すぐ学校の卒業と同時に辞めてっちゃうから、だいたい3、4年でいなくなっちゃうみたいな。それよりもっと早いかな。なんか、なんだかんだ試験とかがあるとかで来なくなって、だいたいもっと早く辞めちゃうみたいな。そんな感じでした。今の活動知ってる人いなかった？いや、いるわけない。だって、もうさ、言っちゃうと本当に、船長がいた頃の時点でも、3、40、50代みたいな人ばっかりの職場、知るわけないよね。そんな、誰も YouTube なんか見てねえ。誰も YouTube 知らねえ。わかんねえ、わかんねえ。って感じ。